どうも大之助です。皆さん、普段食事どうやって済ませてますかインスタント食品とかコンビニ弁当で済ませてたりとかしてませんかで、コンビニ弁当とかスーパーのお弁当ってなんか安いな、こんなにたくさん具材あるのに安いなっていうふうに思いませんかただ、ちょっと大之助、その栄養学だったりとか食品に関する本だったりとか結構読むんですけど、健康のためにね。いや、コンビニ弁当恐ろしいなっていうふうに思ったんですよね。っていうのもなんか、あの大之助、ハンバーグ大好きなんですよ。ただ、とかパスタとかも結構好きなんですよ。ただ、そのコンビニの、 ハンバーグってなんか作られた感じめっちゃしません。なんかまずいなっていう。なんか口当たりだったりとかのだから後味とかもなんか悪いし、なんかあんま好きじゃないんですよね。って思ってたんですけど。あの案の定、そのなんかなんちゃってハンバーグやったんですよね。 であのどうやって作ってるのかっていうとそもそも牛肉じゃなくてほとんど鶏肉とかあの豚肉をのミンチを使っててで牛脂っていう牛の脂入れてるんですよねで牛の脂を入れることによってなんか風味をなんかハンバーグっぽくしてたりとか僕は増粘剤だったり、まあ、なんか粘り強を増やすやつだったりとか。 あのなんかうまみを感じるやつだったりとか添加物とか大量に入れてるんですよね添加物ってその安い割にその僕たちの味覚に何かうまいっていう感覚を与えてくれるからもう使われまくってるんですよねコスパを落とすためにあのコストを落とすためにねコスパを良くするためにで僕たちその一般人ってその正直その食に対するリテラシーというか知識って全然ないじゃないですかとりあえず安,安かろう悪かろうでもいいから食べようという風に思っちゃうじゃないですか いやこんな添加物含まれてたのっていう風にその食材に関する勉強とか栄養学に関するあの勉強とかしてたら思うんですよねいやもう皆さんもぜひその食品表示の欄とか見てみてくださいなんか空気あの食べる気食欲なくしますよはんかもう,もうなんか添加物ばっかりじゃないかってしかもキャリーオーバーだったあのなんかちょ専門的な用語忘れちゃったんですけどあのまあ もうそのなんだろう添加物を大量にぶち込みすぎたらあの後半は省略していいみたいな法律とか法律というかルールとかあるらしいんですよね。で結局そのなんか料理作るときとかにかかるお金ってほとんどが人件費なんですよだから自分で食材買って添加物ない状態の料理を作って食べる方が安いし健康にもいいって話なんですよ。何より料理のの技術があのまあ 手に入れるることがでできたらら異性かかもモテやすすくななじゃないですかだったりとかいざという時その自分で料理できるんだからあの自分は料理ができるんだぞっていうその自分の自尊心を保つことだってできるしそしてそ,のそもそもそのなんか外食行ったりとか弁当買ったりとかする時のそのにかかっているであろう人件費だったりとかっていうのを抑えることができるからあの安く腹いっぱいに健康的に過ごせるんですよね自炊する方が。 だからそのやっぱり僕たちその貧乏暇なしって言いますけどいや自分は忙しいからもうインスタント食品とかあのコンビニ弁当とかで済ませるしかないんですっていうふうに思うかもしれないですけどであの、まあ、金持ってるやつらにはこの気持ち分からねだろうなっていうふうに思うかもしれないですけどいや金持ってないからこそあの工夫しようぜ自炊しようぜっつうことをね改めてそのあのなんだろう添加物に関するあとねポテトサラダとかあるじゃないですかそのコンビニ弁当とかでね。 あれってそのマヨネーズ入ってるんかと思ってたんですけどなんかマヨネーズもどきを作ってるみたいなんですよねマヨネーズって確かあの卵の卵黄とそしてえっとなんかレモン汁みたいなあの果汁だったりとかあとはあのお酢だったりとかっていうのを混ぜなきゃマヨネーズっていう風に名乗っちゃいけないんですけどなんだったっけな 正式名称を忘れちゃったんですけど全部添加物でなんかマヨネーズっぽいやつを作ってるらしいんですよねそのポテ,トポテトサラダとかに入ってるやつだからなんかあの僕の母親が作るポテトサラダはめちゃくちゃうまいんですけどあの自分の手前味噌で言うのもなんですけどただなんかあのスーパーとかで売られてるポテトサラダ味が違いすぎてなんかこれまずいなっていう風にずっと思ってたんですよいやーそれもねやっぱりその添加物でしかもマヨネーズを使わずに味付けしてたからなんだなっていうのをね改めて感じましたね いいやー怖いですよ世の中も学ばない人は搾取されるっていうような言葉とかもあるんですけどその通りなんですよねあの結局その学ぶ意識がないというか別にそのなんか適当に済ませりゃいいやっていうふうに思っている僕たちその下々の民から搾取してあの世の中っていうのは回ってるんだなっていうことをね改めて感じましただから皆さんもあとお米とかもねあの白米とかコンビニ面倒の中のあれも添加物いっぱい入ってるんですよ 米に添加物入りようなくないっていう風に思うかもしれないですけどあのお米のを粒立たせたりとか艶立たせたりするためにあの油を塗っていたりとか,なんか砂糖とか砂糖と塩をね無限に入れてるらしいんですよ僕たちの味覚を狂わせたりとかうまいっていう風に思わせるためにあの、まあ、その酸化した油だったりとか砂糖とか塩とかをめっちゃ入れてたりとかしてあの僕たちの食欲を暴走させたりとかあのうまいという風に思わせてるんですよカロ,リーとかをカ,カロリーとか健康に与える影響とかを度外視してね。 であのコンビニ弁当の中の,あのキャベツとか,なんかいつまでたってもそのシャキシャキした食感が残るじゃないですかあれもなんかね薬品でめっちゃ洗ってビタミン C とかもぶっ壊してるんですけど。 で色落ちしないじゃないいですかいつまでも腐ったキャベツの色にならないじゃないですかでそうならないようになんか保存料とかい,いっぱいぶち込んであの健康に悪いもんや野菜を健康に悪いもんでなんかあのコーティングして健康に悪いもんを僕たちは口の中に入れてるってわけなんですよあのであのたくあんとか,あのなんか漬物とかも栄養,栄養で、まあ、野菜だから栄養があるんじゃないっていうふうに思うかもしれないですけどあんだけそのめちゃくちゃ黄色いあのたくあんとか,あのなんか着色料半端ないらしいんですよね。であの 自分の,そのお父さんお母さんが作ってくれる料理とかってなんか色がパッとしないだったりとか思うかもしれないですけどで友達にからかわれるみたいなふうに思われるかもしれないですけど実はそれってあの親の愛情の裏返しなんですよね添加物を全然入れないその子供たちの体にの健康を考慮したあのお弁当とかを僕たちのご両親が作ってくれている可能性とかもあるし,あるしそして自分が実際に朝早く起きてちょっと料理作ってみあの家族ご家族たちに料理振る舞ってみ弁当作ってみってっ話なんですよね。 って考えたら大之助はその幼少期の頃とか自分の母親の卵焼きがね味全然ねえなっていう風に思ってたんですけどいや大人になってまあし,しばらく久しぶりに実家帰って卵焼き作ってもらったりとかしたらいやこれがうまいのなんのいや自分が今までその添加物まみれの食品とかを食ってたんかもしれないですけど10代の頃とかお菓子とか食いまくってたし。 自分の破壊されてた味覚が戻ったのかもしれないけどそれ以前にやっぱ料理してくれるってありがたいなっていうふうに思うしあの健康にいいものとかを使った料理もそれはそれでおいしいなっていうのはね最近感じれるようになったのはねありがたいなっていうふうに思う今日この頃なんですよねいやーだからやっぱり食に関する知識って一生役立つんであの僕たちがそのもう食べなくても生きていけるっていうサイフーグになるんだったら。あの 栄養学とか食べ物に関する知識は一切手に入れなくてもいいかもしれないですけど僕たちは一生食べて生きていくんで僕たちの体とか脳みそって食べたもんで作られるんであのやっぱりあの食に関する知識を蓄えておいたら、まあ、自分だけじゃなくて自分の大事な人自分の家族とかを守ることもできるんですよね。 で、しかも、あの、教育とかにも結構、その、食べたものって影響してくるらしいんですよ。ここ数年の子供たち、若い子供たちって、なんか、かんを起こしたりとか、あの、まあ、大之助みたいに ADHD とか、注意欠損とかの症状がひどくなったりとか、落ち着きがなかったりとかする子供が、あの、なんか、割合が増加してるらしいんですよね。で あの食生活をその、まあ、昔ながらの和食とかに変えたりした幼稚園とかは結構そのしゃ持ちが治ったりとかするみたいな事例とかもちらほらあるみたいなんでやっぱその食べているものそれこそその添加物まみれのものとかにものとかによって健全なせあの発育が阻害されているんじゃないのかなっていうにもなんかな見方とかもあるらしいんですよね。だから 自分の子供のことを考えるんだったらやっぱりその食べ物に関する知識を身につけることって大事なんじゃないのかなっていうこととコンビニ弁当ってめちゃくちゃ健康に悪いよっていうことを改めてその添加物その <laughs> なんか美味しそうな料理とか作ってるあのに見せてるけど実際のところはやっぱり利益を生むためにあの僕たちの健康をあの、まあ、僕たちはその安いもの安くてうまいものを求めるじゃないですか栄養を栄養とか健康に対しての,あのフォーカスというかポイントがすごい弱いじゃないですか。 であの企業側からしたら存続していくためには利益を出さなきゃいけないで安く提供しなければいけないだったらそのままあ、っ当な食材を使ってる時間なんてない、うん、というかそのコストをかけている余裕なんてないわけなんですよ。その添加物とか安くてあのコスパのいい添加物を大量にぶち込んで僕たちの味覚を狂わせることによって健康をぶ,ぶっ壊すことによって利益を得ているわけなんですよね。 ハムとかソーセージとかの加工肉もいい例ですよねとかあの今インスタント食品もインスタントラーメンとかもあれ油めっちゃ使ってるんですよあの油そんな油ギトギトじゃないよっていう風に思うかもしれないですけど麺をその乾燥させるのに水分飛ばすのに油を中にぶち込んでるんですよねでああの油で沸騰させて麺をパリッパリにした状態でカップ麺作ってるんですよね だからその目に見えないだけで実はその油がその麺の周りにめちゃくちゃ塗りたくられてるんですよカップ麺ってそのカロリーとか見たらカロリー高っていうふうに思いませんかやっぱりそれは塩分だったりとか油とかを大量に使ってるからっていう何よりの証なんですよねでしかもその油っていうのがね健康に悪いんですよねやっぱりそのコストを抑えるためにマーガリンとかと同じようなあの酸化しまくった僕たちの人体に悪影響を及ぼす油を大量に使われてるんですよね だから血管が詰まりやすくなって血管が詰まりやすくなる血流が悪くなるっていうことは僕たちの脳に送られる血液の量だったりとかその肌の新陳代謝とかが遅れたりとかするからそのまあ代謝が悪くなって太りやすくなったりとかその肌がガサガサになったりとか拭きやすくなったりとか髪の毛が薄くなりやすくなったりとかいろんな弊害が生じるんですよねそんなリスクを鑑みてもあなたはその不健康なインスタント食品とかコンビニ弁当とか食べたいですかっていう話なんですよ俺は嫌だなーっていうふうに思いますねあの だからまあどういう人生とかどういう生き方を選ぶのかは個人それぞれなんですけど今その食べようとしているものって本当に皆さんがいろんなもの,その自分の健康だったりとかそのアンチエイジングだったりその高級な化粧品とかにお金使ってるかもしれないですけどあのでそのために食費を節約してインスタント食品とかを購入してるかもしれないけど実はそのまあその高い化粧品とかを使わずにワセリンとかで保湿したりとか。その 栄養価の高い野菜とか果物とかをあの日頃の生活に取り入れたり実践することによってあの節約してなおかつ健康的に自分の理想とするスタイルだったりとか見た目だったりとか自分の脳機能だったり生産性とかを手に入れられるんじゃないのっていうふうに思うんですよねで勝手に思ってるんですよねだからまあ知識っていうのはどれだけその手に入れてもそして周りに配っても減ることはないから。 あの「知識は力なり」っていう言葉もある通り、ありもっといろんなあの情報だったりとか正しいリテラシーあの知識っていうのを身につけていくことが僕たちや僕たちの大事な人たちを守ることにつながるんじゃないのかなっていうふうに改めて思います。ということであの、まあ、皆さんも自分が普段食べているものを見直してみてはいかがでしょうかという話でした。今回は以上